明日天気になれ。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。今回は山崎実業さんというメーカーのブランド、はい、タワーとトスカっていうブランドの商品をですね、紹介します。売れてますね。はい、でちょっと商品紹介にしては、はい、なんかちょっと違和感がある画角になってるかもしれないんですけど、はあ、これ今あのテインの民泊の物件でお伝えしてます。はい、でなんでここからやってるかというと、ここの物件でその2ブランドかなり使用してるんですね。はい、なので実際使ってる場面とか、なるほど、使用方法とかを解説しながらお家の中回ってちょっとご紹介したいと思います。はい、はい、お願いします。はい、ではまずこの乗っかってるところですが、これキッチンの台の上ですね、うんうんうん、に乗っかってまして、これ見ての通りティッシュケースですが、はい、まずちょっと横に回ってみてほしいんですが、ほうほうほう、ちょっと普通と違いませんか。おお、両側。そうなんですよ、両側からいけるって、これここに置くのにもバッチリですよね。本当だ。で結構重量があるから、うんうん、ティッシュ引っ張ってもこうずれたりとかしないんですよね。はいはいはい、それすごく使い勝手がいいっていうやつですね。うん、この仕切りが中にあります。なるほど。でこれがあの下でマグネットでくっつくのなんですよ。なるほどなるほど。なので厚みに応じて変えれるっていうところもあって、いいね、結構シンプルなんですけど機能がめちゃめちゃ充実してるっていうやつですね。この上にもなんか置けるね。あ、いいですね。あのインテリア的にもバッチリだと思います。なるほど。はい、続いてキッチンの方に回ってきました。で普通キッチンって、うん、まあ、こういうのがこうお皿置いとくとかってあると思うんですけど、はい、それにまあプラスアルファで置いてるんですが、これがタワーブランドの方ですね、はいはいはい、の商品です。で洗ったお皿をこう置いておくとこう溝が入ってるんで重ねなくてもこう縦に置けるっていう感じなんですが、これで溝を切ることができるっていうんですね。はいはい、でどういう風に切るかっていうと、ここにこの給水じゃ排水の口みたいのがあるんで、はい、ここから水が落ちていくっていう仕組みなんですが、おしゃれ。はい、でこれがこの裏ちょっと見ると、はい、これが方向変えれるようになってるんですよ。ああ、本当だ、すごい。こういう、まあ、こういう感じで、はい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 、あのこっちにもできるんですけど、お、はい、これで変えれるっていうのがかなり便利な機能ですね。なるほど。はい、なんで場所を選ばず、まあ、大きさはちゃんと測らないといけないんですけど、はい、でそれからここお、これにこのパーツをつけると線がある。はい、これで水が止まる仕組みになってるんで、はい、蓋をすれば付け置き洗いできちゃうっていうことで。なるほど。これもシンプルなんですけど、はい、かなり機能的だっていうやつですね。蓋なくしたらやばいね。これはちょっと嫌ですね絶対なくしちゃいけないパターンですね。はい、まだこっちにも使ってるものがたくさんありまして、お、これなんですが、はい、まあ、スタンドですね。うん、まあ、こういった感じで、まな板も、はい、上の方はこんな感じで包丁でできて、前の方はこの板も乗せれるっていうか、ね、2つ乗せれるので、これかなり機能的です。いいね。はい、なんかありそうなんですけど、はい、結構収納力がめちゃくちゃ高いし、うん、こうずっしりしているので、どっちかに転ぶってこともなんか安定感があるのは、多分これは、100均とかでは絶対作れないと思います。なるほどなるほど。これはトスカの方ですね。ペーパーホルダーですね。これも何気にすごく便利です。あれとない時は、これこういうのないと、はい、やっぱりなんかいちいちこう手濡れた状態でこうやってはい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 、まあ、こういうのあるとすごく、まあ、便利ですね。あ、でお次、はい、ちょっとこの状態見ていただきたいんですが、はい、下にこれは砂糖と塩ってことだと思うんですが、うんうんうん、入っております。うんうん、で上にスパイスの類が乗っかっています。はい、これね何気に小スペースなんですよ。確かに。これ引き出しでちょっとこれが重量感があるので、ちゃんとできますし、これももうガタつくことないんで、バランス感っていうかこの辺がすごく優れてるなっていう感じ。便利だね。はい、でやっぱりこういう風に揃えておくと、なんかいい感じじゃないですか。いい感じだね。はい、こういう風にタワーとかトスカで揃えてるのすごくいいなって思います。はい、キッチンのところで、はい、さらに奥に来ると、うん、ここのアイテム、まあ、ちょっと大きさを見せるためにちょっと置いてるんですが、リボンナポリ、はい、北海道限定の飲み物なんですけどね、これが人間に結構すごいいい商品だなと思いまして、このキッチンって必ずこの吸気口みたいなところがあるんですけど、はいはいはい、これそのままだと結構油が飛び散っちゃったりして、はい、なるほど、まあ、危
険ではないのかもしれないですけど、結構洗うのめちゃめちゃ大変だったりするんですよ、ね。つまるね。はい。これ置いておくと油が散るのを防いでくれるっていうのがあるので、なるほど。しかもなんか違和感なくて結構かっこいい感じになりますよね。すごい。サイズ動かせるんじゃないですか。あ、そうですね。ここがね。マックスだと何センチなんだろう。まあ、このくらいまで。折れてますね。もう降りてるんですよ。ミニマムだと今回。ああ、なるほどね。結構あらゆるタイプのチームに対応できそうな感じです。いいね。はい。はい、で、これで終わりかと思いきや、キッチン。まだあるよ。まだあるんですよ。何かと言いますと、はい、タオルホルダーですね。で、これどういうふうな仕組みで引っかかってるかというと、どこのキッチンにもこういう引き出しってあると思うんですね。それに、トスカの方だと1点で取り付けるような感じ、はい、で木材でなっていて、はい、布巾とかタオルとかを取り付けることができるっていうですね、でいっぱい使ってるね、はい、こっちの方は、2点で支えてっていう感じなので、まあ、安定感もすごくありますし、はい、タオルぶら下げることができるっていうのもあります。はい、はい、まだある、はいはい、ここにですね、これ何かというと、実は冷蔵庫に、パソコンがくっついてます。なるほど、まあ、タブレットでも同じことではあるんですけど、はいはい、これと同じ使い方してはいけません。あのこれあるじゃないですか、はい、これのマグネット式のホルダーみたいなのがついてるんです。あ、それが山崎実業ですね。あ、そうなんですよ、そうなんですよ。はい、ちょっと説明の順番が結構しましたが、これに言いたいこととしては、はい、ある程度小さめのパソコンぐらいだったら、はい、置けちゃうぐらいの、はい、磁石力がある、なるほど、マグネットでつけれますよってことを説明したくて。すごい。冷蔵庫が開けれないんだね、はい、開けれないです、この状態ではね。今日はもう飲まねえぞっていう時じゃないですか。そうだ。それはここにダメみたいな表示していて、だったらあるかもしれないですけど、例えば今パソコンやってますけど、はいはいはい、ちょっと、まあ、本当にこれパソコンなんですよ、はいはい、まあ、例えばなんですけど、はい、お、スマホ、スマホを、うん、まあ、こういうふうに、まあ、置いて、うん、動画を流しながらいいです、ね、何かとかっていうふうにできるんですよね。なるほど。これ今冷蔵庫でやってますけど、はい、あのお風呂で、お風呂いいね、マグネットにつけれるタイプの壁のお風呂だったら、はい、これめちゃめちゃいいと思います。めちゃめちゃいい、はい、で今お風呂という話をしましたので、はい、実はお風呂でも、なるほど、もう使ってるんです。あ、なんかね、もう今回、はい、このタワーを紹介するのに、はい、一番メインにしたかったのは実はお風呂。なるほど、はい、お風呂に来ました。お風呂に来ました、はい、そうするとですね、まずこのところはここにバーがあるんで、はい、いきなりぶら下げてありますが、この椅子、これが何がすごいかっていうと、見ての通りぶら下げることができるということです。はい、で今ここにぶら下げてますけど、はい、どこの家庭のお風呂にも、はい、このタオルぶら下げるところはあると思うんですよね。そうですね。でこういうところにぶら下げることができます。いいね、はい、あとこれ足が普通だとこうあってここだけピョコってなっててこうなってる、はいはいはい、まず接地面積が少ないから汚れにくいっていうのがあります。先ほど言ったようにバーに取り付けることができる、はい、そしてさらに、さらにここに出っ張りがあります。はい、これ何かと言いますと、おこのシャワーをかけるところにかけることができる。うわー、いいねこれ。はい、大体どこの家庭でもシャワーのこのパーツって2つついてると思うんですよね、はい、高いところと低いところ、はい、両方使うってこといっぺんにもないから、はい、まあぶら下げれるっていうことですよね。おお、これは衛生的にもすごくいいですよ。めちゃめちゃいいですね。もうこれ以外使わないんじゃないでしょうか、一生。うん、素晴らしいです。続きまして、はい、このタワーのシリーズの、はい、洗面器、洗面器ですね。これは何がすごいかと言いますと、ズバリこういうことです。すごい、はい、磁石でくっつくことになってます。お、じゃあ磁石でくっつくタイプの壁じゃない人はどうするのっていうことなんですが、はい、これはこうすればいい。めっちゃいいね。めちゃめちゃいいっすね。洗面器置いてあるところからなんかヌルヌルしたりするから、しますよね。こう二つ並びで引っ掛けておいてもうバッチリっていう感じですね。すっごいシンプルなんですけど、なんでこうじゃなかったんだろう。はい。なんか今本当そう思っちゃって、もうこれだっていう感じのものですね。すごい。はい。はい、ということで今回は
ペイネの民泊の物件から実際にタワーとトスカの商品を使っているところを機能も含めて解説しました、はい、本当にめちゃめちゃ使い勝手が良くてもうこれ使ったら本当に他のやつ使えないんだってものばっかりなので、はい、すんごいおすすめです。売れてる理由がやっぱよくわかるなっていうぐらい機能的でスタイリッシュでいいかなっていう感じです、はい、よろしくお願いします。